家，戴拿，戴亚奥特曼，这个暑假来到地球，带你一起飞越时空。7月9号至11号，上海国际体操中心，酷炫精彩的舞台场景与特效，扣人心弦的剧情编排，迪迦、戴拿、盖亚奥特曼带你亲历正义之旅，零距离感受宇宙英雄魅力。赶快打电话3422-0869，3422-0869抢票吧。ウルトラの星の中心にあるプラズマスパークエネルギーコアをめぐり、その戦いは始まった。光を守る者、力を得ようとする者、ついに手に入れたぞ。正義を信じ戦う者、そして修行を続ける者、あの戦いが生み出したもの、それは力だけでは決して手に入れることができない希望という光だったのかもしれない。テレビ局超秘密ムービー、ウルトラマンゼロ、激突ベクターギアブラック。悪のウルトラマン、ウルトラマンベリアルとの激しい戦いに打ち勝ったウルトラマンゼロ。今彼はその出発点ともいえる惑星に来ていた。俺の名はゼロ。ここから俺の新しい生き方が始まった。それも修行のうちだ。我慢しろ。よ、お前はまだ小手先だけの力しか信じていない。そんなものは本当の強さじゃない。ごたごた言ってんじゃねえ。危ねえだろ、あっち行ってな。お前は今その小さな命を助けたな。それがどうかしたか。息子セブンが俺の親父ってことか。俺は生まれ変わったんだ。それにしても今日は一体どうしたって言うんだ。普段は磁気嵐の激しい気候なのに塵一つ吹かないなんて、不吉な予感がする。こんな惑星に一人ぼっち、ここでまた特訓でもしようってのか。ウルトラマンゼロ、かわいそうなやつだな。大きなお世話だ。この俺に喧嘩を売ってどうなるか分かってるんだろうな。眼力破壊三号ジオルド。ほう、この俺様を知っているとはさすがだな。お前の強さは銀河を轟かせた。だからお前を倒せば名を挙げられる。おめでとう。ウルトラマンじゃ大したことねえぜ。
がやるじゃねえかジオルゴ。お前の策が銀河にその名をとどろかせただけのことはあるな。さあテクターギアは規則を破ったこの俺がその罪の意味を理解するために与えられた特殊なアイテム。テクターギアを装着することは自由を奪われることだった。不自由な環境下で訓練を積み重ね、俺は大切なものを見出すことができたんだ。そのテクターギアがなぜ人の喧嘩に水を差すとはいい度胸してるぜ。どこの誰だかわからんが、お前も俺を倒して名を上げたい連中の一人だとしたら、仲良く順番を守ってほしかったかな。だんまりか。行くぞ。部活だぞゼロ。あんたか、余計なお世話と言いたいところだが助かったぜ。あいつは一体何者なんだ。わからん。何？テクターギアはお前から解除されて以来使われていない。じゃあ一体あいつは。お前をここまで追い詰めたことだ。波の相手ではあるまい。しばらくは一人で出歩かない方がいいだろう。俺だったら大丈夫さ。強けりゃ強いほどやりがいがあるってもんだ。俺は怪獣墓場で蘇った怪獣たちをほとんど一人で倒したんだぜ。お前のその浮ついた考えを正すためにも、お前には真のパートナーが必要なようだ。パートナー？ウルトラ戦士たちは決して一人ではない。いざという時には必ず頼りになる仲間がいるものだ。お互いを信じ助け合うことこそ真の力となるのだ。ゼロ、お前の戦いはまだまだ独りよがりだ。それを克服するためにも仲間を信じる戦い、ウルトラコンビネーションを学ばなければならない。ウルトラコンビネーション？そうだ。そのためにもお前はお前自身でタッグパートナーを探し出さなくてはならない。俺のタッグパートナー？ウルトラマンゼロのタッグパートナーとなるのは一体誰なのか。そして謎の敵テクターギアブラックの正体は。次号テレビくん7月号も見逃せないぞ。
そしてそしてウルトラマンゼロのことをもっともっと知りたいみんな、全ての始まりはここからだ。映画大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービー DVD& ブルーレイ好評発売中。みんな必ず見てくれよ。